取ってのドリームキャストプレイ動画第48弾世界不思議発見トロイヤの方に挑戦していきたいと思いますでは本編の方どうぞ しましょうあなたとトロイヤーに俺の背中を 物語の舞台、トロイアの現在の姿。トロイの遺跡を私、竹内かなえがご説明します。ここは、トロイの英雄たちが戦場へ攻めて出た東の門です。かつて、ここに開閉式の扉が取り付けられていました。外へ通じる通路の両側の城壁は高さ12メートルを超えていたといい、 攻め込んできた敵はその上から一斉攻撃を受けることになります全長5 5 0ルの城壁に囲まれたトロイはまさに難攻不落の城塞都市だったんですここはメインゲートの南の門です。 ギリシャ神話の英雄アキレウスとヘクトルの対決が行われたスカイアモンとも言われています緩やかな上り坂になっている通路には当時の排水設備が今でも残っていますシュリーマン北南港跡と呼ばれる発掘の跡では 紀元前3000年に人々が住み着いて以来、その上に9層の都市が次々に重なって築かれた様子がわかります。一番深い第1市から最も新しい第9市まで16メートルもの高さがあります。<noise> この円形劇場はローマ時代のものです。大理石の貴品石が残るなど、 トロイの中でも最もよく保存されている遺跡で、もともとは木造の屋根で覆われていたとされています。トロイの最初の住人たちが築いた住居の跡です。これらは石の土台の上に泥レンガで建てられており、細長く幅の狭いものでした。このうちの一軒の床下からは、幼児の埋葬体が発掘されていることから、 新生児は死亡した後も保護すべき存在と考えられていたようですこうして登ってみてもちょっときついのですが木馬は丸太に乗せられてこの坂道を運ばれたといいます幅7メートル長さ2 1メートルの敷石の美しい道と両側の城壁がかなり良い状態で残っています シュリーマンが、いわゆるプリアモスの財宝、黄金の装飾品の数々を発見したのは、北に連なるこの城壁の下でした。門を壊して、木場を城内に運び入れたと言われているのが、この西の門です。門には、急いで修理したような跡があり、色も形も不揃いな石で塞がれています。 トロイに最初の人々が安住した頃から聖域とされていた場所がここです。古い祭壇の土台の上に新しい時代の祭壇が築かれていることがわかります。どんな神様が信仰されていたのかはわかっていませんが、この祭壇で家畜が生贄として神に捧げられました。生贄の血は水路を通って近くの池に流されるようになっています。紀元前334年、 アレクサンダー大王も遠征の途中この地に立ち寄り奉納品を捧げたそうですトロイといえばやはり木馬ということで1974年巨大な木馬が遺跡の入り口に復元されましたギリシャ神話の舞台として知られる井で山の松の木を使い古代の記録や 陶器に刻まれた絵を参考に作られたものです。今から。およそ三千二百年前のお話です。豊かで平和なアジアの国、トロイの王妃が。 自分のお腹から突然炎が噴き出し、その煙が街全体を覆い尽くすという夢を見ました。それを聞いた占い師は、後に生まれてくる王妃の子供が、トロイ破滅の原因になるであろうと予言し、殺すようにと言いました。予言通りに王妃は男の子を産みました。王は不吉なその子を殺すように命令しましたが、家来はどうしても殺すことができず、 じきに、猛獣に食べられるだろうと考え、井で山に捨ててしまいました。しかし、その赤ん坊は、なんと牛飼いに拾われ、生き延びたのです。それから十数年、神々が集まるオリンポスの山で開かれたある婚礼の席でのこと。ヘラ、アテナ、アフロディーテ、三人の女神のところに、 一つの黄金のリンゴが投げ入れられました。そのリンゴにはこう書かれていたのです。最も美しい方へ。リンゴはたちまち奪い合いになり、三人の女神は誰が美しいか、全能の神ゼウスに決めてもらうことにしました。誰が最も美しいかだと、そなたたちは皆美しい。とてもわしには決められない。そうじゃ。 入山にトロイの王子でパリスという若者がいる。彼に決めてもらうがいい。今は牛飼いのみだが、こんなデリケートな問題にはぴったりの人間だ。うん、それがいい。三人の女神は、早速、入山でのんびり牛と遊んでいたパリスに会いに行きました。そして、まずヘラが言いました。 もしも、あたしを選んでくださったら、あたしはあなたをアジアの支配者にしてあげましょう。それに、世界一の大金持ちにも。続いて、アテナが言いました。誰を選ぶべきか、利口なあなたはお分かりですね。世界で一番強くて、賢い王様になれるんですよ。最後に、アフロディーテが言いました。私は、あなたに世界一の美女を差し上げましょう。 パリスは、その言葉が気に入りました。この世で最も美しい女神は、アフロディーテ様、あなた様です。こうして、黄金のリンゴは、アフロディーテの手に渡ったのでした。しかし、ヘラとアテナは怒りました。悔しい。まったく、あの大バカ者、何考えてるのよ。覚えていらっしゃい。トロイを叩き潰してやるわ。 そんな二人の女神には構わず、アフロディーテは、トロイの王子パリスを連れてスパルタへ行き、世界一の美女ヘレネに会わせました。ところが、ヘレネはすでに、スパルタの王、メネラウスと結婚していたのです。あなたは人妻だ。確かに、メネラウス様という立派なご主人がいる。しかし、しかし世界で一番あなたを愛しているのは、 僕なんだパリス様ヘレネ君はなんだかさっきの女神たちと恋が似てないかい<笑><笑>ちょっと風邪気味なのでも私は正真正銘世界一の美女ヘレネよそうかヘレネ僕の国トロイへ行こうそして 幸せに満ちた愛の日々を送るんだ。ええ、パリス様。ヘレネは、美しい若者パリスの甘い誘惑に負け、王妃の地位を捨て、スパルタを後にしました。しかし、それが原因で、トロイ戦争が始まったのです。己パリスめ私の愛する妻、ヘレネをよくも誘惑したら ギリシャの国々を一堂に集え今こそ憎きトロイをひねりつぶしヘレネを舞い返すのだ<ー>ギリシャ軍とトロイ軍の激しい戦いは10年にも及びました中でもギリシャ軍最大の英雄アキレウスの活躍は素晴らしいものでした しかし、そんなアキレウスにも、たった一つ弱点があったのです。それは、かかとです。アキレウスは、そのかかとをパリスに射抜かれ、命を落としました。しかし、アキレウスの息子が父の仇を打ち、パリスもまた、この世を去ります。さらに、戦いは続きました。トロイ軍の城壁の守りが固く、ギリシャ軍は、 なかなか城の中に攻め込めません。そんな不甲斐ないギリシャ軍を見てイライラしている女神がいました。トロイを叩き潰してやると言ったあのアテナです。アテナはギリシャで一番賢いオデュッセウスに命じ巨大な木馬を作らせました。その中は空洞になっていてたくさんの兵士たちが中に隠れることができました。 そして、真夜中に、木馬をトロイの城壁の前に置き、ギリシャ軍は姿を消したのでした。朝目が覚めて、その様子を見たトロイの人々は、ギリシャ軍がついに降参し、国へ引き上げたと思いました。そして、残された木馬を城壁の中に運び込みました。その夜、長い戦いから解放されたトロイの人々は、 勝利を喜んで酒を飲み寝てしまいました。ところが。よし。もうそろそろいいだろう。外へ出るぞ。<ー>すっかり寝静まったトロイの街に、木馬の中からオデュッセウスとギリシャの兵士が次々と降り立ちました。そして縄文の見張り番を殺し、10年間破れなかった門を内側から開けたのです。 門の外には、密かに戻ってきたギリシャ軍が待ち構えていました。ギリシャ軍による真夜中の奇襲攻撃が始まったのです。街は炎に包まれ、人々は逃げ惑い、次々と倒れていきました。こうして豊かに栄えていた国トロイは、焼き尽くされ、一夜にして廃墟になってしまいました。翌朝、 そのトロイから立ち上る煙を、遠ざかる船の上から見つめる男女がいました。スパルタの王、メネラウスと、トロイから救い出されたヘレネです。トロイが、ヘレネ、待っていたよ、この日を。ごめんなさい、でも、私なんか。もう一度、やり直そう。お前を取り戻すために、十年間戦い続けたのだから。 メネラウスヘレネスパルタの王メネラウスと世界一の美女ヘレネの熱い法要の彼方に消えたトロイこの悲劇の都市の物語は3200年の時を経た今も世界中の人々のロマンをかき立ててきたのです お母さん、ええー、加減、話してくれませんかメネラウスねあなた、世界一の美女とのラブシーン